関東鉄道関東鉄道水戸営業所関東鉄道水戸営業所関東鉄道水戸営業所は茨城県水戸市住吉町348にある関東鉄道のバス営業所である営業所略記は水戸の MT 営業所に併設するバス停留所の名称は吉沢社庫。水戸営業所管内の路線は主に水戸駅、海楽園、県庁バスターミナル、県自動車学校 吉沢車庫を発着する路線が多い。路線バスの営業エリアは、水戸市、茨城町、小美玉市、石岡市である。水戸営業所担当の路線バス車両2016年4月19日、水戸駅北口水戸駅、発着北口発着南口発着赤塚駅、発着その他水戸営業所担当の高速バス、水戸号2015年8月4日、水戸駅、水戸日光、 絹川線車両の数は比較的多く土浦、筑波中央に次く台数が在籍するが路線車は自社発注では大型車よりも中型車の方が多く在籍している。これは本郷原井沢循環が境外路線のため原則として大型車はこの運用に入らないためである。2016年1月には初の抵抗外車両として エルガハイブリッドが1台投入された。2017年3月には、イスズエルガハイブリッド1台と、三菱エアロミディ MK、ノンステ2台が新車として導入され、同時に2ステップバスも全廃した。2018年には、フルモデルチェンジしたイスズエルガハイブリッド1台と、日野レインボーノンステ4台が新車として導入された。この際、 廃車が出なかった代わりに2002年に導入された8、イーカソウのヒデ r m ワンステ2台と、三菱、MJ ノンステが、グリーンバスホコタ営業所に、日のレインボーワンステ1台が、グリーンバス、一週間営業所にそれぞれ転出した。中古車は、神奈川中央交通、西部バスからの移籍者が古くから在籍し、関東鉄道で最初に、中古車が配置されたのは、この水戸営業所で、 1> 第1号の 9001MT は、神奈川中央交通からの遺跡である。初期に導入された西部バスからの富士重工業後、E ボディを仮装する車両は、比較的早く廃車されたが、神奈川中央交通からの 9002MT、9003MT は2001年夏まで運用されていた。京成バスからの遺跡者は2003年初頭に 9182MT から始まり、 その後2012年12月には 9358MT として、京成バス奥の営業所からガーライチが移籍し、2014年12月に 9387MT として、京成バス松戸営業所よりエアロミディ MK ワンステップバスが移籍した。2015年には平和交通と京成バスよりレインボー HR ノンステップバスが移籍している。高速車は、 ミト号、TM ライナー、茨城空港発着路線、東京ディズニーリゾート線、ヨカッペ間採号に使用されている。また、2010年より、一般路線車において、バーコード式整理券及び IC カード及び、釣り線対応の、レシップ製新型運賃箱が導入された。2015年10月1日より、パスモス以下等の10交通系、IC カードの利用が可能となった。 車庫の入り口はに設けられている。当初を出庫するとバスは全便、左折して、水戸駅、赤塚駅方面へ向かう形となる。終着便は車庫向かい側の商店前で降車となる。到底流城中間バス停として運用されている、系統は2019年時点で存在しない。もともとは、石岡営業所との共同運行路線で、 当初担当便は1日3往復だったが、2002年に同営業所が関鉄グリーンバスへ個会社化された際に、水戸営業所の単独運行となった。関鉄グリーンバス、石岡営業所運行の石岡発、橋場見入口駅から接続。2003年のダイヤ改正以前は、石岡発の夜の最終便は、奥の谷止まりの運用だった。奥の谷方面へのバスはこの便が、 最終便となる。2005年までは、毎年8月に、水戸市内で行われる、水戸公門祭り開催期間中のみ、22時台に、さらに一本奥の谷坂上行きが、臨時運用されていた。8月24日、水戸駅茨城町役場線運行開始、一部便の奇襲店奥の谷坂上から、茨城町役場に変更します。 9月1日より、三戸市内線ダイヤ改正のお知らせ。関東鉄道、2016年8月24日閲覧。12月21日、大仙台住宅への延伸と、時は大団地バス停移設について、関東鉄道、2020年12月18日閲覧。ただし一本のみ2003年9月まで存続、ケイズ電気スタジアムミットで、イベント、 ラグビートップリーグ開催日は、茨城交通とともに、臨時増発便も運行される。方向幕は、植物公園の下に表記。デイゲーム開催日は、朝の便が、ナイトゲーム開催日は、夕方の便がそれぞれ平日、休日ともに、私立競技場まで延長運行。ご存知ですか関鉄バスで、ケーズ電気スタジアム水戸に行けるんです関東鉄道の。 快楽園の上空バス停は、快楽園駅の前。最寄りバス停は、米沢工業団地。関東鉄道公式サイト内、2020年2月29日土日祝、ダイヤダイヤ改正のお知らせ。2020年2月19日閲覧。関東鉄道公式サイト内、水戸駅南口県庁バスターミナル線一部の、時刻で新設バス停を設置します。 2019年4月6日閲覧。関東鉄道公式サイト内、4月1日県庁シャトルバス一部便、確定可能お知らせ。2020年3月25日閲覧。関東鉄道公式サイト内、4月1日新規系統、欅台大団地水戸駅南口線、運行開始予定のお知らせ。2019年4月6日閲覧。停留除名証の変更について。 この水戸市役所乗り入れ開始に伴い、同日より、駅南通り上に位置する、水戸市役所前バス停は、水戸市役所北へ、名称変更。関東鉄道公式サイト内、2020年6月29日、水戸駅南口水戸市役所線運行開始。水戸駅発着路線で、増発や、区間延長を実施します。2020年6月24日閲覧。 関東鉄道公式サイト内、水戸駅南口水戸市役所線運行開始。2020年6月24日閲覧。関東鉄道公式サイト内、2021年6月16日、ピカピカ新路線、水戸駅南口笠原巡環運行開始。2021年6月16日閲覧。茨城ロボッツ主催試合が行われる。東バス停から徒歩6分。 赤塚駅方面から乗車の場合は一つ隣の東原一丁目が近い。4、1から三戸市内一般路線バスの運行会社が変わります。合わせて一部区間が廃止となります2020年4月1日、三戸赤塚線運行開始。三戸エリアの貫鉄ネットワークが広がります2020年4月1日、三戸赤塚線、貫鉄にて運行開始。 関東鉄道公式サイト内、2021年6月16日、水戸地区でダイヤ改正を実施します。大仙台住宅から赤塚駅南口への新鮮運行開始、2021年6月16日へ閲覧。茨城空港公式サイト内、東京駅茨城空港間の高速バス、運行開始、2010年7月7日閲覧。 関東鉄道公式サイト内、高速バス、茨城空港東京駅線乗降場所の変更の、お知らせ。2010年7月7日閲覧。関東鉄道公式サイト内、3月1日から、水戸、赤塚、石岡、東京ディズニーリゾート線運行開始のお知らせ。2018年2月28日閲覧。両パークの開園時間に合わせたダイヤとなっており。 アフター6、スターライトに合わせたダイヤは運行されていない。9、16、水戸、赤塚、石岡、東京ディズニーリゾート線つくばセンター経由で運行。関東鉄道公式サイト内、10月1日高速バス、TM ライナー増便について。2019年10月1日閲覧。ABCDEFGH 現在の、水戸市役所北バス停。 2020年8月24日からは、茨城町、薬媒機へ変更。路線廃止のお知らせ、関東鉄道プレスリリース2010年3月15日。ただし、2015年9月に開設された本線の区間便である、水戸駅泉町一丁目大区町、快楽園線は、大型車も運用に入る。ツーステップ車両の全廃は、関東鉄道の営業所では最も早いハット後に、 土浦営業所へ転出。ハット後に関鉄パープルバスへ転出後に、関鉄グリーンバスへ転出かつて運行されていた、古屋道原井沢線のみ、右折して、水戸駅方面に向かっていた。吉沢車庫に関するカテゴリー。ありがとうございます。